今日は、アミコンでのハゼゲーのロケをやりに、来てみました。で、最近ツイッターでね、かなり超過を上げてらっしゃるケンさんにちょっと取材協力をしてもらって、どんな感じで普段使ってるかやってもらって実践してもらおうと思ってきました。でよろしくお願いします。じゃあ続いて、今日使うアミコンのセッティングをね見せてもらおうと思います。なんかこうツイッター見てても皆さんいろいろ工夫して楽しんでいただいてるんですけど、ケンさんのセッティングかなり特徴的なところがありますよね。はい、ですね、後ろのリアフックには、マス張りみたいなものをつけてます。で、アシストフックを、皆さんもつけてると思うんですけど、僕の場合は自作のやつで袖張りの2号を3つで組んでトリプルフックになるようなセッティングにしてます。で、まあ、ここはちょっと眼掛けみたいな部分もあるんですけど、ここに蛍光の玉をつけて、針が目立つようにして、ここを食ってもらえるようにちょっと工夫してます。であとはマッツンさんの、動画見ていただいた方は分かると思うんですけど、ナスオモリですね、僕は 0.5 号 1.8 グラムくらいのものをつけてる。でスナップでドリーダーをつけてるって感じです。ラインは、メインラインは、PE の 0.4 号で、リーダーの方はフロロの、0.85 ぐらいですかね、これは。はい、はい、そうです。結構細めなのってやっぱり理由あるんですか？はい、はい、障害物の多いエリアもあるんですけど、僕がアミコン使ってる場所は何もない砂地が多いんで、引っかかったりする目がかり気にしないで使ってるので、特にリーダーは太くしたりする必要はないかなということで細めのものを使ってます。はい、動きがやっぱりその分機敏になるとかっていうのもあるんですか？はい、そうですね、ものすごく変わるかってやるとそうでもないですけど、ただハゼクラの岩かきエリアやるときは、もうちょっとこう太めのに変えたりとかして使ってます。はい、ラインの色とかもこだわりがあるんですか？はい、まだ試してる途中なんですけど、こう動いてるときに食べてハゼが下に潜るとラインが張るんで、それは分かりやすいんですけど、食べて食い上がったときにラインがこうふわっとこう上がるような食い上げのあたりがあるんですけど、そのあたりが見えにくいラインだとあたりが追いにくいので、ちょっと前回から色をつけて試しているところです。かなりストイックにやり込んでる感じですね。はい、面白い部分であると思うんでその辺が、はい、すげえな。すごい。しっかり食ってる。はい、今水が130くらいだと思うんですけど、今釣れたエリアで多分水深が40センチくらい。ちょっと全国的に見るとこのハゼちっちゃいと思うんですけど。浅瀬にまだ残ってるのはこのサイズがこの川だと多いです。でこっちのフックにもかからないことないんですけど、ほとんどがアシストフックに食べてくるんで、たくさん釣るにはこのアシストフックどうするのかっていうのが多分一番重要なとこになってくるんじゃないかなと思います。はい、
スさんも釣れてるって。いやイージーに釣れるな、やばいな。ダブルヒットとか釣るこれ簡単、ワンキャストワンヒットで釣ってるけど、うん、実際には差が出るんだよね、かなり技術。うん、これすごい、すげえ。アミコンのサイズのもう下手すると釣れちゃ う, っていう。わ、でっかいでっかい。アミコンダブルヒット。はい、そっちの方が多い。すごいな。えぐ、はい。もうねシーズン終わってるはずなんですけど。まだまだ遊べる。ま、るっていう、ちょっと今日はちょっと僕事前情報あんまりよく分かってなくて、地形が分からないんでなくしたくないと。で B の 0.8 号リーダーは3号12ポンドかなり力ずくで取れるようなセッティングにしてます今日は。でこのなんだろうなサビア TC なんですけど、普通に振り切れちゃうで、アドバンテージかなりあります。こんだけね太い糸で飛ばせて探れるっていうのはよくわからないところでやる場合なんかはかなり、うわー食ったやっぱり飛ばせるから結果ちゃんと釣れるちょっとねさすがにこの距離クランクは無理でしょい釣れるロケはいい楽なロケだな今日は。めっちゃ嬉しいはい、お疲れ様でした、はい、お疲れ様でした。いやすごく良かったとりあえずいい感じになったんじゃないでしょうか、はい、これもう終盤ですもんね。もう11月になろうかっていう状況で、はい、まあ正直シーズン終わってるから最盛期に比べれば、まあ、きつかったとは思うんですが、それでもまあ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 、うん、パタパタ釣れるタイミングがあってね良かったかなと思います。はい、今日一緒に釣りさせていただいて感じたのはやっぱり誘い方っていうのはある程度共通なんだなと。アプローチの仕方も比較的遠くに飛ばして優しくこう持ち上げて落として持ち上げて落としてっていうところでやっぱり釣れてます、はい、うん、でなんかケイさん特に普段意識されてるようなことってありますか、はいはい、本日は皆さんと一緒に岸から釣るっていうアプローチだったんですけども、普段僕は中に入って釣ることもあるんですけども、いずれにしても岸からやるにしても遠くに投げて、うん、前側まで、引いてくるわけですけど、奥に投げて釣れる場合もあれば、うん、手前で食うこともあるんですよ。で釣れた魚が結局どこにいた魚なのかっていうのが大事で、なぜ群れでいるので、うん、奥に行って奥に群れがあって釣れたっていうのが一番分かりやすいんですけど、実際問題奥にいる群れから追ってきて食ってることも結構あるんですね。そうすると、もう一個のパターンはここにいるパターン、手前側にもすでにいるっていうパターンもあって、手外食たくさん釣りたいのであればそれをはっきりさせないといけないんで、もう一回遠くに投げるわけですけど、手前で反応なければ奥で反応なければ手前の場合もあるし、手前ではなくまた奥で食ったのであれば奥であるっていう、その場所ですよ、ね、群れのいる場所っていうのが。で僕の中では結構追ってきて食うパターンも結構あるので、実際は奥にいるよっていうパターンもあるので、そこの見極めかなと思います、まあ、広く探ってある程度目星をつけたらそこ重点的にやる、はい、みたいなイメージですよね、はい、今日は狭いエリアで、釣りするしたんですけども、普段ならばもっと、同じところはもう二度と投げないくらい、うん、もうパン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 移動しながら、はい、魚を探していくっていう釣りの方が、たくさん結果的に釣れるので、はい、皆さんもやるときには移動しながらっていうのがいいかなっていうふうに思います。結構ね粘っちゃいがちなんですよね。当たり自体はずっと続くので、でも擦れてはやっぱり行くんですよ。それ僕が多摩川でやってても感じるんですけど、ハゼダイエットってあるぐらい僕めちゃめちゃ歩きます普段は。なのである、程度こう宝探し的に歩いていって、そこでポトポトポトって釣って
でまた戻ってくるみたいな感じでやってもらえる方が楽ですよね。難しくして擦れていくのをやってくるよりは、新しいフレッシュなやつをどんどん探してって、潮のタイミング見ながら、あ、この時間はこういうところにいるんだな、さっきのね、シャローとか奥とかっていうのを見極めながらやってもらえると、シーズン終わる頃には自分の中でデータが多分蓄積されて楽しめるんじゃないかなと思います。はい、はい、今日はスピニングとベイトでやってみたんですけど、タックルの制限、そうですね、細かいこと言わなければどのようなタックルでもある程度楽しんでいただけると思うんです。システム的にも極端に軽いものでもないし、なのでまあまあお持ちのライトゲームに使うようなタックルでまずやってもらって、まずやってもらいたいですね。そうですね、地味だけどやるとめちゃめちゃ楽しいです。で、今日地球さんもちょっとやってもらって楽しかったですよね。楽しかったですね。なので、やってみたらハマるって方がかなり多いんで、ぜひ一回やってみてもらえればなと思います。はい、はい、今日はそんな感じで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。